瀬門です。稲瀬門はインテレサークルとして活動をしており、大阪大学、京都大学、大阪公立大学、武庫川女子大学などの様々な大学の学生が集まって楽しく練習していますとのことです。さあ、学生パワーを見せつけていただきましょう。楽しみにしてます。それではよろしくお願いします。どうぞ。はい、ただいまお手紙、ただいまご紹介に預かりました稲瀬門と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。はい、すいません、少ない人数なんですが、本当はですね、もう少し人数はいるんですけれども、まあ、いろんなこと、あんなことやそんなこと、どんなことやあんなことでですね、ちょっと今日ですね、なかなか少ない人数にはなってしまいましたが、元気いっぱいお届けさせていただこうと思います。少し誤解がなきを、言っておきますと、実はですね、大学生だけに限らず、いろんな学生であれば、入れるわけです、このインカレサークル。なので私、今こう見えて学生の年ではないと、皆さんなんでって思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、私こう見えて学校に言ってるので、一応ですね、老人大学も OK というその年ではありませんが、まあ、そんなことでですね、もし私学生だよという方がいらっしゃいましたらですね、ご一緒していただければというふうに思います。では参りましょう。稲瀬門構え。よ
よっしゃお届けさせていただきました。もう一度4時から、踊らせていただくことになっております。お時間許される限り皆様方とまたお会いしたいと思っております。塩8本向いて感謝の礼、はっ、ありがとうございました。皆様でございました。はい、ありがとうございます。撤収の前にぜひお話いいですか。はい、お話いいですか。じゃあ、めちゃめちゃうまいですね。何かやってらっしゃいました。やってましたね。そんなことないですよ。いやなんかもうプロの喋りやからめちゃめちゃ何やってたか教えて。吉本ではないですよ。もちろんね、大阪じゃない。吉本かな思ったけど違うんやね。でもなんか、はい、プロのも知らない。上手でしたし、雰囲気をぐっと盛り上げはって、ありがとうございます。最高でしたね。もう彼に聞いてあげてください。はい、お話聞かせてもらいましょう。まあすごいですね、皆さん。なんていうんですか、独特の雰囲気で、すごくかっこいいというか、まあ、なんかオーラ出てますね、皆さんね。はい、どうでした、やっぱオーラ出すのになんか練習方法ありますの？オーラの出し方。出し方ですか、はい、オーラの出し方。まあその、ね、止めるところを止めるとか、そういうあの細かいところをちゃんと気をつけたりとか、声出したりとか。なるほど。ですかね。細かな所作までやっぱり気を使ってしっかり練習されたということですかね。あ、でもね、あの皆さんメンバーが結構幅広いというか、いろんなね大学の方もいらっしゃれば年齢層も広いので、練習ってどのぐらい結構集まるの大変ですか？そうですね、今週1回1回で練習してて。あ、はい、そうなんですね。みんな結構ちゃんと集まれます？そうですね、みんな頑張って予定合わせて練習参加して、ね、ちょっと距離のある方もいると思いますけど、はい、はい、じゃあ総勢皆さんのね、もう全員メンバーでぜひちょっと拝見したいので、次のチャンスはいつでしょう？フルメンバーでちょっとねお会いできるとしたら、そんなチャンスあります？めちゃハッピーですね。うん、言わされてるから今ね。今言わされたからね。めちゃハッピーで、そうだね。ね、フルメンバーだとまたこれだ。もう一つムードが、さらにオーラがすごいことになって、すごい世界を作ってくれそうなんで、はい、今日も本当雰囲気がすごくかっこよかったです。ありがとうございます。でこのお衣装がね、まずすごいでしょ、独特で。これ着るのめっちゃ時間かかりません？大丈夫？結構大変です。ちょっと早めに準備しよう俺らみたいな、ちょっと早めに着替えとこかっていう感じですよね。ね、そして鉢巻きもすごくね細かなと、衣装ももちろん細かなところまですごくこだわってらっしゃるのが近くで見るとより一層ね分かりますよ。前の方の皆さんね見えました？うん、であのここね真ん中でリングが、そうなんですよ皆さんね、おでこのとこちょうど綺麗にリングがあったりとか、本当にね見るだけでも楽しくて、そしてまた演舞はこれまた圧巻ですね。見事な雰囲気を醸し出ていただきました。ぜひまたお会いしたい。はい、ぜひこれからもね素晴らしい活動を続けてください。楽しみにしてます。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあ巻いていただきますね。ありがとうございます。大きな拍手お願いします。さあ、見事な演舞独特で